油火神社は、滋賀県甲賀市甲賀町油火にある神社。国志見在社で、旧社格は、剣社。祭人の油火大庭は、将軍神として、武士の崇敬を受け、社名から、油の火の神としても信仰された。油火けを、体遺山とし、山頂には、水はめの神を祀る竹神社がある。神門は木工に蜜引き。創始年代府省であるが、陽明天皇、 または、天武天皇の時代の創建と伝えられる。油火だけの山頂に、油の火のような光とともに、油日人が降臨したことから、油火の名がついたと伝えられる。また、聖徳太子が社殿を建立し油日大明神を祀ったとの伝承もある。国史の初見は、日本三大実録の元行元年12月3日上に、大御国の聖六以上、油日神に、 十五石田を十句という記述である。縁起式神明帳に記載される、高賀軍側枯神社に座と見る説もあるが、従いがたい。本殿には、正一くらい、油平大明神と記した、明王二年の胸札があり、混流年代が判明する。高賀地域随一の名社であり、中世には高賀武士が聖徳太子を軍神として崇めるとともに、高賀の僧者として信仰されていた。 長らく神仏集合が行われており、当社の神宮寺として、油ひいがあったが、明治時代になって神仏分離が行われると当社は、油ひじと分離し、油ひじはその名を神宮寺と改名して独立した。しかし、当社には仏教関係の文化財が多く残っている。1906年7月に建舎に劣格し、1911年。 村内の十社を経代社として合資した。ありがとうございます。